私は小学校3年生の時に手塚先生の漫画に出会いまして、大変なショックを受けて、素晴らしかったので、それで大ファンになって、もうその瞬間から私は漫画家になると決心しました。で、もともと絵は好きで小さい頃から描いていましたけれど、中学に入ってから本格的な投書を始めたんですね。漫画少年という本が唯一新進募集してたのがあって、手塚先生が審査員なさってたんです。で、ずっと小学生の頃から書き続けてて、中学に入ってから投稿を始めて、で、佳作には時々名前が出るんですけれど、なかなか入選しなかったので作品を出してもらえなかったという状態でした。で、中学を卒業した春に、ある日突然大日本雄弁会講談社という恐ろしい名前の手紙が来まして、丸山明さんのお手紙だったんです。で、それが初めて原稿を書いてくださっている原稿以来のお手紙だったので、私は手がなんていうかもうびっくり仰天晴天の霹靂というか、とにかく何が何だかわけのわからないありさまだったんですが、もう狂気乱舞しましたそれから、初めて書かせていただけることになりました。で、デビューが1955年の少女クラブ8月号でした。で、8月号、カット2点と一コマ漫画1点だけだったんですが、これが初めてのデビュー作です。で、それからずっと私を育てていただきました。